おはようございます。ゆきちゃんでございます。ゴールデンウィークも、終わって、まあ、まだ、お休みの方もいらっしゃるんですかね。まあ、今日から仕事という方もおいでになると思います。まあ、ご自宅で、変わらずリモートワークということも、なさってらっしゃる方も多いかなというふうに思います。私はですね、まあ、このメダカ倉から、まあ、多摩川が結構近いんで、まあ、朝も結構ここへ来て、まあ、軽いジョギングですよね。だいぶやったんで、まあ、非常に体調はいいです。で、ちょっと息になってですね、ちょっと腕立て伏せと腹筋をやったんですけど、腕立てはもうね、なかなかやっぱりできないですね。もう本当に10回やるともうヒーヒーいっちゃって、こう、はーはーいっちゃってね、まずいな、もう全然腕の筋力ないな、みたいな。まあ、たまたま私はまあ子供の頃、まあ、水泳をずっとやったんで、まあ、胸は比較的、まあ、服を着るには、まあ、きちっと着れるような体型になっておりますけど、まあ、筋力はまあ確実に衰えてるなという印象です。はい。まあ、このコロナウイルスもですね、やっぱり、まあ、なんていうかな、やっぱりこう新聞だとか、まあ、ニュースなんか聞いてるとね、やっぱり、まあ、君たちはどう生きるのかじゃないけど、これからの皆さんの人生はどう考えられるのか。まあ、やっぱり生きることに対する価値観が相当変わっちゃうと思うんですよね。で、わかりやすく言えば、まあ、いわば、こう、よらば大樹の影という言葉がありますけど、大きいところにしがまりついている時代がもう終わっちゃったと言っても過言ではないかと思います。ですからもう一人一人がやっぱりその自立して歩いていけるようなことを真剣に考えていかないとならない時代なのかなというふうに思います。まあうちの場合はですね、まあ私はまあ70代ですけれど、スタッフはもうほぼほぼ20代の方ばっかりです。ですからこの20代の方々を、まあ、ある意味お預かりしている者の一人としては、やっぱりその人たちに対して、まあ、若い木のようなものですから、やっぱりどういう栄養分を与えないと、いずれ綺麗な、かっこいい大きな木にならないのかな、というところがですね、まあ、人を育てるというよりは、どういう刺激をやっぱり与えた方がいいのかな、みたいなことは結構考えちゃいます。まあ、それは、やっぱり、まあ、ご一緒に仕事していきながら、やっぱりこう、なんていうかな、やっぱりまあ大人としての責任みたいなものをすごく感じてます。ただまあ幸いですね、私はまあ若い方と一緒に仕事することで、まあ、負けるかこいつらに、みたいな気持ちもあるんでね。まあ逆に言うと私が栄養分をいただいているという言えるかもわからないですけれど、まあこれからまあ社会の構造がこう大きく変わりますよね。で、まあ、何年前かな、もう3年ぐらい前に、まあ、とにかくこのメダカ荘を引き払って、よし、岡山行こう、みたいなことを決めてですね、まあ、岡山の土地をあっちこっち探し回ったりしたんですけれど、まあ、なかなかこう、ぴったり来ないけど、まあ、もし、これがですね、3年前に考えてた岡山移住がもうすでにやってたとしたら、もうかなりいろんなことが変わってるな、というふうにも思っております。けれど、まあ、これはですね、亡くなったわけではなくて、まあ、とりあえず、まあ、こういう時代になるからこそ、なおさら必要なのかな、というふうに思います。はい。まあ、もう私自身がそうですけど、まあ、やっぱり一番若い方に大事にしてもらいたいのは五感ですよね。で、その方の持ってる五感の5段階フル活用、なんていう冗談言っちゃうんだけど、五感をどれだけやっぱり皆さんが活かして、自分の得意なものをやっぱり基本は学んで、やっぱり自立できるような体力や筋力をつけていきたい、いただきたいということが、まあ結果、自給自足に近いような人生が送れるんではないかなというふうに思っております。まあ私の場合はもう、まあ27、8ぐらいから、ある意味一匹狼みたいなもんですから、まあずっと、まあ群れることなく、一人で、まあ、いくつかのアパレルを作ったり、ものづくりをしたりしてきましたけれど、まあ皆さんがですね、これからやっぱり、まあ一匹狼になられるかどうかは別にしてですね、
やっぱりこう自分の自力で、やっぱり自分の力をきちっとつけて、質の高い仕事をしていくってことが、すごく大事かなというふうに思っております。はい。それでちょっとお詫びしなきゃいけないのは、うちの方にですね、応募いただいた、川崎市の女性の方がいらっしゃるんですが、うちの方にメールいただいたんですけど、ちょっとうちのスタッフの、やっぱり、ちょっと、仕方が悪いのか、そのメールがね、消えちゃったんですよね。ですから、もし、これをお聞きいただいてるんであれば、インコントロが、インフォの、ドットインコントロ JP、アットマーク、Gmail、ドットコムなんで、このインコントロ JP、アットマークの方に、もう一度ですね、ご連絡をいただけるとありがたいと思います。すいません。よろしくお願いいたします。もちろんそれ以外にですね、何人かの方が、ご一緒に仕事できるかどうかは別にして、まずはお会いしてですね、いろんな話をする。夢はどっちかっていうと、農業もやりたいし、陶芸をやりたいし、洋服作りの工房も作りたいし、誰かが順番で賄いでお昼やのご飯を作るようなこともやりたいし、もちろん農業の中で、取り立ての野菜で皆さんと一緒に、パスタ作ったりすることもやりたいし、なんてことは私のまた夢の夢とは思いたくないけれど、なんとか実現したいし、パン工房を作って美味しいパン作ろうよと、美味しいジャムを作ろうよ、なんていうようなことがですね、本当は一番やりたいんですね。もちろん洋服が中心にあるんだけど、それを広がっていくようなことがですね、やっぱり私の、考え方をすれば非常に好きなので、ぜひぜひ、またご興味ある方は、また前回お話したように、生産管理のようなことを、企画もそうですけど、生産管理って言っても大きい会社じゃないですからね。お一人何役かやりながら、服作りが好きだよね、というようなことについてご興味があれば、ぜひ、ご連絡をいただければと思います。はい。昨日はですね、今日かな、インスタグラムに、皆さんもご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、長谷川よしみさんという方が、ネットに上げられたもので、ちょっと私にも、ショックを受けました。それは、アイルランドのアラン島にいらっしゃる、モーリーニ・ドゥンネルさん。っていう、女性の方がですね、写真が出てましたけど、今年の1月にお亡くなりになったということが、書いてあってですね。実は私は35年ぐらい前、この方が、手編みのニットを作るんですけど、ゴルウェイベイプロダクツという、ゴルウェイベイっていう、そこにですね、当時でも相当おじいさんですよ、おしょこんさんという、おじいさんがいた。実はこの、パーカーというか、ニットはですね、このおしょこんさんが作ってくれたゴルエベニットのものなんです。で、実は日本においでになった時に、確かホテルニューオータニかな？で、お目にかかって。で、この人のやっぱり手で、自分のイメージのものを作ってもらいたいというところで、作っていただいたのが実はこのニットなんです。で、これはフロントボタンで、フードがついてます。フード付き。フードがこういうふうにつきます。で、フード付きで、ここでボタンが止められるようになってる。で、これは私のデザインなんです。で、実はこの編み地がですね、このアラニットのこの編み地がありますよね。この編みの柄の斜めのところに実はこうポケットを作っていただいて。で、このポケットになってます。で、これはもちろん、ゴルエベイのオリジナルのものではなくて、赤峰、リコメンドの、いわゆるオリジナルの、パーカーというか、それをですね、実はこれはヘインズの昔のパーカーをですね、ハンドニットで作るとこういう顔つきになるよね、というようなところで作ったものです。で、当時はこれをですね、グレンオーバーって会社でやったんですけど、当時で1万円、やっぱ8万円ぐらいするんで、もうサンプルで終わっちゃったんで、私がですね、これを未だに着て、今日はちょっと天気はいいんだけど涼しいですからね、ちょうどいいなと
というところで、まあ、この、ラコポロの下は、まあ、もちろん暑くなったら、まあ、半袖だよねというところで、半袖になってますけれど、まあ、これはちょっと今日の、この、まあ、ルンネさんが亡くなったと、もしかしたら、その方が、モーリンさんが編んでいただいたのがこのパーカーかもしれないな、なんていうふうに思いながらですね、今日はちょっと思いを馳せながら、これ着ております。まあ、この長谷川芳美さんは、まあ、ハリス・ツイードとアラン・セーターという本を出されたり、からあとは、まあ、あと野沢さんという方がいらっしゃるんですけど、この方はアイルランド・アラン・セーターの伝説っていう本があります。まあ、お時間ある方はぜひ、ご覧ください。はい。すいません。長くなって、クイズでございます。あ、クイズの前に、ご質問です。ご質問、トトさん、ありがとうございます。トトさんの、ご質問は、所有しているブレザーはどちらも金ボタンですが、少し、派手に感じ、もう何十年と着用しておりません。ボタンを変えることも考えましたが、どうもその気になれず、そのままタンスの肥やしになっております。そこで金ボタンで派手に感じないような素敵な着こなしを教えていただけないでしょうか。また、金ボタンですと、ジーンズと合わせるようなカジュアルな着こなしは向かないでしょうか。金ボタン、銀ボタンは印象の違いはどこにありますでしょうかという。まあ、こういうご質問をいただいてます。ありがとうございます。まあ、お答えしますとね、まずボタン変えることもありです。ですから、メタルボタンではなくて、まあ、通常ナットボタンっていうんですけど、まあ、このトトさんがですね、普段靴はどういうのをお履きになるのかな。茶系の靴なんかを履いてんだったら、ネイビーのブレザーに茶系のナットボタンをつけてしまうなんてのもいいですし、あとはこのナットボタンの中の、白、オフ白ですよね、オフホワイトがありますんで、そんなのをつけるのも、ブレザーな感じではいいかなと思います。まあ、あとは、まあ、このいわゆる金ボタン、銀ボタン、いわゆるそのゴールドのなのか、シルバーなのかってことですけど、まあ、これはですね、キラキラしてるものではなくて、私なんか今普段使ってるブレザーのボタンは、ほとんど、アンティークメタルの、いわゆるゴールドだったり、シルバーだったり、アンティークのメタルという、ちょっと仕上げをいぶし銀のように抑えてる色の、ブレザーボタンを使ってます。まあ、これはイギリスから取り寄せてつけてるんですけど、そういうものをつけると、そんなにキラキラした、いわゆるその、金ピカの学生服みたいなブレザーの感じにはならないんで、よろしいんじゃないでしょうか。で、まあ、やっぱりシルバーあたりはね、まあ、ある程度、お年が召されてるようであれば、シルバーのボタンなんかもいいと思います。で、またご質問の中にあるデニムってのはネイビーの方にはめちゃめちゃよく合います。まあ、有名な写真はですね、まあ、ニューヨークのやっぱりアーティストで、アンディ・ウォーホールって言います。まあ、ウォーホールはですね、やっぱりネイビーのボタンにブルーのデニムを履いて、かっこいい、スタイルが、まあ、ありますけれど、デニムにネイビーのブレザーは相性は非常にいいですからね。で、あとは、まあ、ネイビーに合うやっぱりトラウザースってことになると、なんといってもミディアムグレー。それからたまに私が履いております、オフホワイト。の白のコーデュロイだったり、まあ、フランネルだったり、まあ、そんなものが、よろしいんじゃないでしょうかね。で、あとは、まあ、チノーズのパンツにもよく合います。じゃあ、靴はどういうのっていうと、やっぱりコンバースですよね。コンバースの、やっぱりキャンバスのオフ白にネイビーと赤が入ってますんで、まあ、非常に、ブレザーにはよく合うんではないかと思います。まあ、下に着るこういうラコステあたりのポロシャツなら、まあ、フランネルのブレザーに対して真っ赤なポロシャツ。もしくはもちろん白でも結構ですけど、まあ、そんな色とお合わせになったらどうでしょう。はい。これが答えでございます。クイズ、まあ、ちょっとこの間多摩川で、もうなんかこうずるずる滑っててですね、クイズまで行かずにちょっと申し訳ございませんでした。前回は、こちらでございましたよね。これで。で、もう大方の方が、まあ、大正解。これは、いわゆるマリーゴールドです。マリーゴールドでございます。では、明日のクイズを、申し上げますね。ちょっとお待ちください。明日のクイズは、こちらでございます。
さあ、こちらは何でしょう。これは白もありますけど、今日私が着ているようなポロシャツのような色もございます。まあ今日は今このメダカ層はですね、もうこちらがこう垂れ下がってもう真っ盛りでものすごい綺麗な状態になってますけど、こちらが明日のクイズでございます。では、また明日お目にかかりましょう。良い日でね。チャオ。